おはぴよー、どうもひなぴよとくまみこでーす、今回お友達のくまみこちゃんと一緒にこの赤ずきんの狼っていうゲームを実況していきたいと思います。よろしくお願いしますそう、初めてっていうか2人とも初見だから、頑張って面白くしよう。 OK よし、じゃあ早速やるか。はい、初めから。え、何？以下の要素が含まれています。探索、追跡、あーびっくり、追跡、何これ、なんて書いてある？物騒、物騒、あ、物騒なのこれ。いや、オープニングは見る。赤ずきんは森の中に住むおばあちゃんのもとへ一人でお見舞いに行きました。一個ずつ読んでいくか赤ずきん出てこないけど。行く途中、森の花畑で小さな花束を作りました。うん、そうだね。狼には会うことなくおばあちゃんの家にたどり着きました。うん、会うことなかった？え遅かった今反応が。狼には会わなかったのです。うん、それなら道草をしたのが悪かったのでしょうか。赤ずきんには分かりません。どうしておばあちゃんは殺されてしまったのでしょう。え？抑えちゃった。たのか。え？おばあちゃんの家に行こう。ほう。はい、進める、閉じる。もうわからん。わなななな、ふん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 。あ、走るとかはないんだな。走るはないね。オッケー。え？何？レベル。ヒントレベルの変更？ヒントとなるメッセージを共有。あー、赤色で強調。ちょっと私普通にボケボケものなんで、ちょっとねレベル1くらいは必要、うん、レベル2だとちょっとやり続きかな。わかりやすく2 1にしよう。1にしよう。 OK、 じゃあ動けるね。ちょっとメニュー開いてみるか。おー、かわいい、ロゼッタ。独り言とかある？なんか結構難しそうだぞ。こういうやつなの？RPG？ 何？まずここがお家かな。あ、こっそり出て、あ、そう。なんか別に。おばあちゃん家に行かなきゃいけない。そういうことだね。斧持ってかなくていい？あ、使ってないのか。じゃあ行くしかない。斜め移動できる。わお。マジか。なんか結構逃げるっぽいな。見て、町、森、森だよね、おばあちゃんちってね。こっちか。うわー、怖ー。 どっちに行けばいいの？こっち？あ、摘むんじゃない？摘む？花を摘んでいく？おばあちゃんのお見舞いによく花を摘みに来た花畑。あ、小さな花束手に入れた、やったぜ。じゃあそのまま行っちゃえ。これででももうおばあちゃん殺されてたりする？薬の取り扱いあります。あ、ここがおばあちゃん家か。え、あれ、マリーさん出かけてるのかな。誰？ちょっとイケメン、うわ、いきなり大きい声出してごめんね。男だよね。まさか誰かいるなんて思わなかったんだ。改めて初めまして、僕の名前はカミーユ。はあ、君はマリーさんのお孫さんのロゼッタちゃんだよね。赤い頭巾のおかげですぐに分かったよ。僕は森のもっと奥に住んでるんだ。持病のせいで町まで出られなくて。ああ、そういうことね。なんかなよなよしい感じするしねマリーさんにはいつもお世話になっているよと。ところで今日マリーさんは薬を買う約束だったんだけど。なんだって、亡くなった？あ、もう亡くなった後なるほどね。
しかも殺されたって、そんなどうして。ああ、うえ、推理物なんでしょうかね。そういうことですかね。物騒、物騒だね、最初からちょっと怖い。マリーさん、え、中入れないの。え、どこかに隠して、あ、はいはいはい、この辺とか。ナッシー、植木鉢持ち、あ、あったぜ、あったわ。じゃあ神優くん一緒に入ろうか。あ、使った。あ、あの、僕も入れてもらえないかな。え、なんでだ。すごく失礼な頼みって分かってはいるんだけど、薬を探させてほしいんだ。発作になると辛くて。あ、ごめんね、マリーさんとの大事な場所なのに。あ、かわいい。入れてあげる。まあまあまあ、構わない。構わないよ。あ、ありがとう。どういう人なんだよこの人は。いつ見ても広いな。あれ、あ、なるほど、一緒に動くんだ。神、あ、18歳。あ、若ずきんちゃん9歳。若いね。はい、ねえ。おばあちゃんみたいなこと言ってる。死んじゃったおばあちゃん。うん、黄色い花束は、ん、花畑か。カリウド組合通信。何それ。何、なんで。減少傾向にあった狼ですが、最近また目撃情報が寄せられています。人里に近い場所でも遠吠えが聞こえたとの情報が。森の奥へは極力近づかないよう注意してください。ここ森の奥だわ。森の周辺区域の住人に配っているようだ。あ、なるほど。まあそれは配られるよね、森の奥だもん。鍵かかりすぎ。あ、はい。え、この客間によく泊めてもらったんだ。僕以外にも旅人さんやカリウドさんも泊めてあげてたよ。優しいかよ。マリーさんは本当に親切で優しいよね。優しい。それなのにどうして。うん、この時計の音が嫌やの。うん、なんでだろうな。なんで殺されたんだろうな。狼が殺したんじゃないのかな。でもなんか狼と出会わなかったって言ってるもんね。あ、まだまだある。先月の終わりから組合員の行方が分からなく、誰は増加している。を駆除するため猟銃を森に入り消息を、はあ、些細な情報でも構いません。何かご存知なら当組合にご一報を。ほう、退職が激しく読みにくい、かなり古いもののようだ。あ、じゃあ結構前なんだ。予備の信号が収められている。めっちゃあるじゃん。いろんな人止められるな、本当に優しい人だな。本当、あれ、もしかして下も行けたこれ。あ、なるほど。うわ。ここに薬があるはずなんだけど開かないね。鍵があるといいけど。うわ、すごい怖かった今一瞬。やや痛み始めている。薬作っちゃえばいいんじゃない。アップルパイ、あ、ここ、うん、お手伝いさんどこに行っちゃったんだろう。お手伝いさんがいたの。うん、特に何もなかったわ。あー、こっちはなんかちょっとゆっくりだったの。怖い怖い。え、庭、庭だね、干したまま。取り込んであげたい。ここが怖いね。なんか井戸の底は暗くて見えない。うん、え、ちょっとなんで BGM なくなるんだよ。でも何も知ら、あ、こっち行ける、もしかして。ここより先は危険だ。危険だ。あー、危険なの。でも行きそうだね、なんかあるってことは。うん、やだ。まずじゃあちょっと上探索しよう。くまみこ操作する。しない。しない。あ、おお、青。ここはロゼッタちゃんの部屋。え？え？お母さんと一緒に住んでんじゃないの？かわいい、9歳だね。確かに。あ、もう小さくて着られない。あ、お気に入りの本。二
人形のデイジー、あ、ママごとのまな板と包丁、カンテラの明かりは消えている。これ何？占いごっこに使う水晶玉。ジェットちゃんすごいなんだすごいなんかいろんな、元おじいちゃんの部屋、あ、うん、あった。森の中で基地でない人物に会った際はくれぐれもご注意ください。この地方には古くから人狼の言い伝えがあります。あ、人狼なんだ。人狼は狼と関わった人間で、関わった、交わった、うん、交わったかな、交わった人間で、人のような姿に狼の本性を隠しています。特に凶暴性を増す満月の夜は森へ入ることすら忌避されてきました。もちろんこの人狼も現代では血生臭いおとぎ話の一つに過ぎませんが、うんうんうん、流れ物の犯罪者や人狼売買の商人などという可能性もありますので、うん、ああもらったんだ、なるほどね、うーん、人狼なんだね。え、待って、カミーユ君人狼では大丈夫思ったー、ね、怖い。おお、何、マリーさんは2年ぐらい前から患って寝込む日も多かった。それでも薬屋の仕事を辞めずにいつだって親切にしてくれて、まだ信じられない。え、あ、びっくりした、急に消えないでうーん、鍵がかかってる。正動性、開けることになりそうだな、うん、灰が詰まってる。え、中探らなきゃ。探ろう。あ、なんだよ、あ何も見つからなかったお、小さな花瓶、うん、自分の姿が映ってる。本物の宝石もいくつかある。うん、こっちは何、クローゼット、あれ開かない。なんで中で何か引っかかってるのかな。え、確かマリーさんの旦那さんロゼッタちゃんのおじいちゃんだよね。この肖像画前は他の部屋に飾ってたよね。なんで知ってんの。あ、そうか、何回も泊まってんのか。うーん、哲学と書かれている。え、特に後なくない。これ、これか、あ、調べられなかったわ。うーん、あ、え、どうしたの？何？まだ何かあるの？まだおばあちゃんの匂いが残ってる。うわ、あー、辛いな。森を積んできた。あー、ここに飾っていた。うん、その束飾ろう。テーブルの下にメモが落ちている。水やりを忘れないこと。ハーブは朝と夕方、水は浄瑠でたっぷり。うんうんうん、の水は水位が減ったら変えておく。中をよく見る。観葉植物は土が乾いたら適当に。適当に何これはマリーさんの字じゃないね。お手伝いさんのメモかな。あ、やれってこと。水を、うん、え、でも水、水冷めた子ちゃんなんかあれかな、あるのかな、またあるのかな、これ、これか。土が乾いてる、あまり元気がない。あ、これになんか水をあげればいいのかな。え、どっから、あ、1階のあのなんか料理作るとこみたいなとこから持ってくるのかしら。やっぱここだと思うんだけどね。ジョーロ、こことか空っぽか。何かを漬け込んでる。あ、空のコップ。よし、やったぜ。で、これで水汲んで、オッケー。よし、行こう。これで観葉植物に水か。あれ、表、表は植物と、うん、なんか表もう一個出れなかった。部屋の中の何かさ、あ、部屋、お、お、
お、お手伝いの部屋の鍵。おー、やった。お手伝いの部屋の鍵をゲット。これ何個までセーブあんの？20。うん、まあまあまあ、それなり。お手伝いの部屋の鍵ってどこだろうな。どこで使うんだろう。とりあえず全部回ろう。こっちか。こっちは入れるのかな。こっちはそうだよな、薬だよな。まずマップを把握するとこから始まるからね。そこにさ、水、嘘、水ないといけないから。これ？あ、違うわ。紅茶ないな、どこだっけ。うん、花は、ああ、この花にもあげた方がいいのかしら。あ、いらなかった。いらなかった。ごめん。大丈夫よ。あ、じゃあ向かいがお手伝いさんの部屋。あ、なんだ。おー、めっちゃ、よかった、よかった。おー、びっくりした。びっくりした。誰かに荒らされた。いや、それとも、めっちゃ汚いな。ゴミ、ゴミだらけだ。燃えないもの、あ、なんだ、ゴミの分別してただけか。ことわざ辞典。なんで床に置いてあるの。ろうそく、薬学に関する専門。鍵がかかってる。故郷から届いたもの。熊のベンジャミン。うんうん。え、じゃあここか。うわ、びっくりした。いちいちびっくりしちゃう。いろいろなものがごちゃ混ぜ。あ、でも調べられるとこないわ。いらないもの、うん、いるもの。おー、日記帳。この家に住み込みで働き始めて今日でちょうど1年になる。長かったような短かったような、そんな1年間だった。最近はマリーさんの体調も安定しているし、ロゼッタちゃんもよくお見舞いに来てくれる。1年前の今の時期と比べると毎日がとても穏やかだ。いいことだ。気になることがあるとすれば西側の客間のことだろうか。西側の客間、あ、逆側か。私が来る以前に鍵をなくしてしまったとかですっかり閉ざされてしまったままになっている、うん、けれど町の鍵屋は呼びたくないらしい。何か嫌な思い出でもあるのだろうか。せっかく部屋があるのだから何とかして鍵を見つけたいものだ、うん、案外マリーさんの部屋のどこかに転がっていたりしないだろうか。うわあ、超重要に赤字で書かれてくれてる。1年前。なるほど。なるほど。マリーさんの部屋。行きましょう。どこだろう。転がっていますかね。転がっていますかね。転がって。あ、お、やったぜ。やった。行くぜ。なんかここ怖そうだな。一回セーブしよう。ここだよね、多分。うん。ひー。読んでいい。おー、怖い。何か怒ってる。はあ。この部屋には多分何もないと思うよ。散らかってて危ないし、見なくてもいいんじゃないかな。いや、カミーユは怪しいと思う。そう、見る見る、見ますよ。衣類が入っていたようだ。中も外もボロボロだ。読めそうな本はない。穴開いてるわ。本のページがバラバラになっている。うえ。皿割れすぎ。それくらいは片付けてほしい。布団が引き裂かれてる。な、どんだけ。赤ずきん感出てきたね。え、これ狼閉じ込めてたんじゃないの。え、紙が貼られてるわ。朝昼晩3回食事ののが近づいたり、木箱でして眠ること。なんだ。え、なんか薬関係あるのかな。あー、薬で、うん、もしかしてこのカミーユくんは、うわ、びっくりした。このカミーユくんはその発作が抑えられてたみたいな。あー、狼の、そう、人狼の、うわー、どうなんだろう。薄暗くて怖い部屋だったね。ロゼッタちゃん大丈夫？割れた破片で怪我とかしてない？まあ、カミーユの手が。カミーユの手が。え、あ、あれ、カミーユの手に切り傷ができている。血が滲んでいる。全然気づかなかった。
それで終わりですか？これなんか選択肢で変わったりするのかしら、大丈夫かしら、怖い怖い。え、でこっからどうしたらいいんだろうね。うわ、びっくりした。大丈夫、ここは何もないよ。何も意味ないところでびっくりしちゃうんだけど、このカミーユくんが後ろについてくるこの黒い感じがさ怖くてさ。そこからね。そう、哲学。ここなんで開かないんだろうな。ここそろそろ何か見つけられない？何か。調べたと思うんだけど結構、あれだな、なんかもう全然進展なかったら普通に進展するとこまでカットしちゃうけど、外出れたりしない？帰れない。帰りたい帰りたい。なんていうか、なんかカット以前に結構いい時間だったから、このパートこれで終わった方がいいかもしれんな。とりあえず次進展があったらまた撮り始めようかなって感じです。ということで次回お会いしましょう。バイバーイ。アツピオでーす。